ある意味なんかもうギャルとかギャローみたいな人にもなってほしいっていう思いがありますね。はい、大学4年の時に、どうしても卒論を書く必要があって、うん、ある意味で初めてちゃんと法律を勉強したというのがありました。今もあの事務所一緒にやってる友人の弁護士と一緒に当時勉強していたんですけれども、かなりあの細かい民事訴訟法 の論点だったんですけれども、それについて、詳しく研究をしまして、それであの面白さを感じました。まあ、どうせだったら、まあ、他の論点だったり他の法律のことも学びたいと思って、伊藤塾に入塾していることを思い出し、もうほぼゼロからですね、もう一度あの授業の内容を聞き直して放送をあの志したという経緯がございます。前職があのアンダーソン・モーリー・トムズの法律事務所というところで、そこから独立したという経緯がございますので、アンダーソン・モーリーの頃からお付き合いのあった会社さんで、この先が、何社かございます。そこのお仕事を担当してるっていうのがあるのと、金融法務と不動産法務を主にやってましたので、新しくできたこの先は不動産系の会社が多いです。不動産系を中心に企業法務をやってるのと、あと独立してからは一般人者だったりあの刑事の案件だったりも友人だったり友人からの紹介で受けているところです。入所するタイミングからいつかは、自分でやりたいという思いは、ありました。まあ、一緒に共同創業した道下っていう弁護士がいて、彼はあの慶応大学院で出席番号が前後、同じクラスで出席番号が前後で道下宮本で前後だったんですけれども、当時から仲が良くて、で彼は西村朝日出身で、アンダーソン・モーリーが赤坂から大手町に移ったんですけれども、そのビルが西村朝日のビルの隣なんですよね。で、地下で、繋がってて、地下にたくさんご飯屋さんがあるんですけれども、そこで毎日のように一緒にランチして独立の話でありますとか話し合って、まあ1年弱ぐらい話して独立に至ったという経緯がございます。弊社全員68期から70期なので、まあ、上の先生から、学ぶっていう機会はある意味ではあの失ってしまったというのがあるので、しっかり主体的に、学んでいかなきゃいけないなというのはありますね。はい、もうずっと隣のデスクで作業して初めて見えてくるプロの仕事のやり方みたいなのもあったりすると思うので、そういう、はい、ものをあの見る機会っていうのはもう失ってしまったので、しっかり学ぶ姿勢をあの失わずにやっていきたいなというのがあります。何か、トラブルが解決できたタイミングにやりがいを感じるというか、弁護士のように見つけるなって思うところはあります。これはあまり独立前は感じれなかったことではありまして、というのも前職では主に担当していた法律業務があの予防法務だったり、戦略法務だったりですね、争いが起きているわけではない、将来の、 あの紛争トラブルを予防するための法律業務に当たっていて、トラブルを解決するための法務については一切やったことがなかったです。法廷に立ったことはございませんでしたし、一切あのトラブルを解決するっていう作業はなかったんですけれども、独立してお客さんが大企業からあの中小企業だったりあのフリーランサーの方だったりに、移ってくると、あまりその予防法務の意識とかはなくて、基本的にはあの臨床法務というかですね、あのトラブルが発生していて困ったんで助けてくださいっていうあのご依頼が多くて、実際やってみるとそういった案件をあの解決したタイミングっていうのは、まあ、弁護士にしかできないことですし、依頼者もすごい感謝、されてますし、やりがいを感じる瞬間かなというふうに思います。4代でしっかり弁護士業務やるってなると、相当職人気質じゃないと難しいところがあると思っていて、もう一切の妥協を許さない、一切のミスを許さないような気質がある方が向いてるっていうのはあると思います。まあ、一般民事だったり刑事とかやってる弁護士の方にとっては、まあ、もちろんそういったあのスキルも必要なんですけれども、コミュニケーションの、あの大切さも、まあ、4代の方々と比べたら、かなり大きくなっていると、思いますので、どのような方が法律家に向いてると思いますかっていうご質問に対しては、あんまりなんかあのどういう方が向き不向きがあるみたいなのはないような気はしていて、いろんなあの方々に、放送に入ってほしいっていう思いはあります。どんなあの気質をお持ちの方でも活躍できる分野は必ずあると思いますので、うん、いろんな幅広いバックグラウンド、それからあの個性をお持ちの方に放送になっていただきたいなっていう思いはあります。うんうん、ある意味なんかもうギャルとかギャローみたいな人にもなってほしいっていう思いは
ありますね、はい、この案件についての議論になったりするんですが、まあその中でなんか、あ、なんか基礎マスターやってねみたいな話とかもたまにあったりして、そういう話するとなんかちょっとなんか当時を懐かしむようななんか、はい、温かい雰囲気になったりするんですけれども、まあ今5人で弁護士事務所やってるところではあるんですけれども、あの各々違うので、なのでいろんなご相談に対応できる体制になってるかなっていうのはありますね。ただ一番深いところでは基礎マスターっていう共通点があったりするので、はい、そこではなんか通じ合ってる感っていうのはあると思います、はい、弁護士の活躍の機会幅っていうのはどんどん大きくなってると思うんですよね。まあ今までですと弁護士になったら基本的には法律事務所に所属して法律業務を行うという進路がほとんどだったと思うんですけれども、まあ、いろんな活躍の機会は増えてると思っていて、インハウスの方はもちろんそうですし、私みたいに会社を立ち上げるような方も最近増えているというのがあるので、必ずですね、どのようなバックグラウンドをお持ちの方でも法律資格を得て、で、活躍するいろんな機会や場があると思うので、ぜひ放送会に何か新しい風を吹かせるようなことをしていただければというふうに思います。